アジェアジェパラアジェモジサバハ、行こう行こうあの丘へ、悟りの世界へ、般若心経から。韓国の仏教、紀元前500年、インドのヒマラヤの麓で生まれた王子ゴータマ・シッダールタ。高貴な王子として生まれたが、いつも心に抱いていた一つの疑問、人間はどこから来てどこへ行くのか。恵まれた生活を捨て、食べて寝て飲むことを放棄した6年間の苦行、そしてついに菩提樹の木の下で悟りを得た。人間の一生は苦痛であり、その原因は執着にある。執着を捨て慈悲を施せば、誰でも涅槃に達することができる。殺生と暴力を禁じ、世の中のすべての欲を捨てよう。 BC372年、韓安島に伝来したゴータマ・シッダールタ、仏の教え。慈悲を施し徳を積むほど報いを受けて来世で生まれ変わるという仏教の輪廻思想は、以後数百年の間韓国の伝統社会を支える精神的動力となった。そして仏の教えに沿って生きた先祖が数世紀にかけて残した韓国の文化財。6、7世紀の東洋仏教美術の神髄、国宝第83号、金剛弥勒菩薩半跏思維像、ユネスコ世界記録遺産に指定された国宝第32号、八幡大蔵経。高台に至って絶賛を受ける韓国の建築美術作品の中には、仏教に関連するものが約 80% を占めている。今日韓国人の約 24% が仏教信者と集計されており、心の平安と平和を追求する仏教の思想は全世界の人々に急速に拡散し、新しい全盛期を迎えている。この世には苦しみ、苦しみの原因、苦しみの消えることもなく、知恵もなく、また得るのもない、般若心経。般若心経は仏教思想の核心を集約した経典で、数百年前から今日まで最も広く読唱されている。この曲は代表的な仏教の経典である般若心経を素材とし、仮想の君とともに仏教の修行の最後の境地である涅槃へ向かおうとする意志がこもった曲だ。함께라면 영원히 행복해.
사랑한 나의